ということで皆さん、お待ちかねの新ガチャ性能解説していきたいなと思います。はい、ということで今回は、ミッドナイト先生が UR でついに実装ということで、まあ待っていたっていう方はね多いんじゃないでしょうか。はい、ということで早速ですが解説いきたいと思います。で、いつものことですが、僕の動画長くなりがちなので、長いと感じた方はね最後にまとめとしてアップしておりますので遠慮なく飛ばしていただいて構いません。ただ、僕のね長々とした話を聞いてくださるという方はこのままねぜひお付き合いください。はい、ということで早速ですが見ていきましょう。まず、上から力タイプ UR キャラ魅惑の香りミッドナイト。はい、ということでまず一つずつ見ていきましょう。プルスウルトラ、敵単体に 650% ダメージ、敵が男性だったらクリティカル率 30% アップ、中確率でスタン2ターン付与、敵が女性だったら低確率でスタン2ターン付与ということで、まあこの性能がですね正月のデクから、まあスタンが続いているという感じですが、まあ非常にまあ優秀な効果となっております。実質まあ麻痺の上位互換的な存在 で今回のねまあミッドナイト全体に言えることなんですが、男性だった場合威力とか、効果内容がね威力じゃねえな効果内容なね効果内容が、良くなったり かつ、まあ女性だった場合だね、男性じゃなく女性だったら中確率スタンだったものが低確率に落ちたりということで効果内容変わってきます。はい、でまあこの特に男性だった場合のね効果を、注目していくとですね非常にまあ強力だよね。 650% ダメージに対してさらに、クリティカル率 30% アップ、さらに中確率スタンっていうことが、つくので、ただこのクリティカル率についてはこのプルスルトラだけですね、普通の通常コンフィとかには乗ってこないのかなというところですが、まあ非常に優秀だね。プルスウルトラでまあ中確率スタンがつくだけでまあ御の字かなというところ で、あとアクションスキル、敵単体で 350% ダメージ、敵が男性だったらクリティカル率 30% アップ、中確率でスタン1ターン付与、敵が女性だったら低確率でスタン1ターン付与、このスキルで2チェイン成功時自分のプルスウルトラゲージ 30% アップ、クールタイム4、これもですねめちゃめちゃ強いね。まあなんかこれはねクールタイムも4ターンで、内容的には5ターンでもいいぐらい、いいっていうか5ターンでも不思議じゃないぐらいの、まあ、優秀さなんだけど、やっぱこれが敵が男性かどうかっていうところで、ここがねやっぱ条件的にまあ厳しいというか非常にまあ敵を選ぶところがまあ当然あったりするので、まあそれを鑑みてのクールタイム4なのかなって。めちゃめちゃ優秀だよね。クールタイム4でクリ率 30% アップして中確率でスタンできて、でなおかつ2チェイン成功時プルスドラゲージアップなので、もちろんねチェインも、テクニカルかテクニカルも稼ぎつつ、自分のクリ率で、クリティカルも稼ぎつつ、なおかつ状態異常までつけられるっていうね、とんでもない性能ということになってますね。はい、でさらにこちら全体攻撃で敵全体のスキル力 35% ダウン3ターン、敵が男性だったら中確率で魅了、さらに中確率でスタン、そして敵が女性だったら低確率スタン1ターン付与、クールタイム4ということで、これもまたえげつないよね。これ全体攻撃で状態異常2つついてるっていうね、でなおかつスキル力ダウンもくっついているので、まあ、まあ非常に優秀、まあ、敵の火力も下げつつね、味方の火ダメも下げるという意味を考えれたら、まあ、非常に優秀なのかなと。でなおかつ CT も4だからね、はい、すごいね。えげつないえげつなさすぎる。でオートスキル、味方全体の UA 効果1年営業日のクリティカル率 25% アップ、チームに UA 効果生徒がいれば自分のディフェンス 30% アップということで、まあこちらに関しては UA 効果1年営業日は非常に編成しやすい、キャラの数も多いし、なおかつV タワーでもね結構使う頻度高いと思うんですよね。だいたいトドロキ君にしても、それから爆豪少年にしてもですね、非常に V タワーで使う頻度高いと思われるので、別にそんなに難しい条件でもないし、まあ、そういったキャラのねクリ率も一緒に使ってあげると上げることができるということで、まあ非常に優秀です。そして
こちら、敵全体の男性のスピード 20% ダウン、自分の HP50% 未満の時戦闘中に一度だけ自分のプルスドラゲージ 50% アップということで、まあこちら敵のスピードダウンということなんで、どちらかというと V タワーというよりはウルトラアリーナとかで、こういったものがあると先行を取りやすかったりということに、まあ、なると思います。でこれがしかも常時発動っていうことだね。これがなんか開幕の3ターンとかじゃなくないし、であとその後、3ターン経過後とかに発動するものでもなく無条件ですね。これもうミッドナイトが場に出ている時点で全ての男性のスピードが常に 20% ダウンしてるということなので、まあ非常に、まあ、ウルトラアリーナでも一応活躍の目はあるんじゃないかなというところですね。だったら HP50% 下がった時にプルスウルトラゲージ 50% アップして、でその後、すぐプルスウルトラ打って中確率スタンとかでちょっと、状況を変えたりとかっていう、まあ動き方ができるんじゃないかなという感じです。はい、まあ、総合的に見るとですね、ここまで皆さん見てすげえ強いなって思ってるかも、まあ、思ってると思うんですよね。状態異常がなんとプルスウルトラで打てて、でアクションスキル1で打てて、でなおかつこっちのアクションスキル2の方で2つミリオートスタン、しかも全部中確率、男性ならね、男性相手なら全て中確率発動、さらにテクニカルも両方くっついているということまで考えて、でさらにクリティカル率だね、もともとこのミッドナイトが 15% 持ってて、でなおかつアクションスキル敵が男性だったら 30% アップするので、まあ 45% までアップすると、でかつまあその他のですね、他のキャラだったり、メモリー次第、それから EX オートスキルとか使えばもっとね、クリ率は漏れたりしますので、とんでもない V タワー性能だよね。多分力タイプの中では最強格と、少なくともね力タイプの中では最強だね。状態以上こんなにできる力タイプもいないし、うん、もう圧倒的だね。で CT も4だからね、4なので、例えばスプラッシュとか、まあ、でもその他のねアクション CT 短縮系のメモリーとか装備すればもっと、短くできるしってことまで考えても、とんでもなく強いね。力タイプでこれ以上のキャラ今後出てくるのかっていうレベルで、まあぶっ壊れのキャラだと思うので、まあとにかく V タワー頑張りたい人は引いてもいいんじゃないかなというところです。ただミッドナイト使う上での注意点というか、まあ弱点だね。状態異常無効の敵、スタンの完全耐性持っていたりとか、魅了の完全耐性、まあてか男性じゃない場合だね、女性の敵にはもう完全にミッドナイトさんはまあほぼ、まあ、低確率スタンだし、まあそんなに魅力がなくなっちゃうのかなっていう感じがするんで、基本的には男性の敵のみにしか、まあ、出せないような感じになってくるし、あともちろん火力もないので、まあ、クリティカル率アップ自体はできるけど、その他ねパワーアップとかスキル威力がアップするとか、まあ、そういった効力のものはね一切存在しないので、まあ、基本的には火力で勝負するというよりは状態異常だったり、それから敵のねデバフ、それから、まあ、その他味方全体の、ね、クリ率上げて味方をサポートしていく、サポートというか、まあ V タワーかな、もう本当に。まあウルトラアリーナのさっき言った通りスピードダウンがくっついてるので使えないことは全然ないと思うんだけど、それだってウルトラアリーナで使うのであればもっとね、それに適したキャラいるので、まあわざわざミッドナイト連れていくことはないと思うので、どちらかって言っても本当に今の現状の手持ちの中で力タイプのね V タワー用のキャラが、まあ、力タイプ以外でももちろん使えるんだけど、まあちょっと不足してるという方は、まあ、狙って引いてもいいんじゃないかなという感じですね。はい、で、次は SR のヤモモですが、こちら敵単体に 500% ダメージ、敵単体に中確率燃焼3ターン付与、敵が地タイプだったら自分のアクションスキルのクールタイム1短縮する。ヤモモはですねプルスウルトラが一番優秀かな。この内容だけ見るとかなり強いよね。なんか UR キャラでもおかしくないぐらいの性能を持ってる。で、まあただこれが敵が地タイプだったらっていう条件があるんで、汎用性は高くないです。結構狭め。かなり狭めではあるんですが、まあ、アクションスキルのクールタイム短縮はかなり優秀。そして、そのアクションスキルですが、敵全体 250% ダメージ、このスキルでチェイン成功し、スキル力 30% アップ、敵全体の地タイプキャラのディフェンス 15% ダウン3ターン、クールタイム5。
まあ重めですけどね、結構重め。でもう一つ、味方全体が受けるダメージ 20% カット3ターン、味方全体の力タイプキャラのプルスートラゲージ 30% アップ、自分以外の味方全体の力タイプキャラのアクションスキルのクールタイム1短縮する、クールタイム5ということで、こちらも5で、まあ、5-5 なんだけどプルスルトラ打つことによって、まあ、1短縮されて4になるよという感じなんだね。まあ4でもそこそこ重い感じはするんですけどね。まあでも SR キャラの中では結構いい性能にはなってんじゃないかなって。一応自分以外の味方全体のね、力タイプのキャラのクールタイム短縮も結構優秀だと思うしってところですね。あとオートスキル、味方全体の力タイプキャラのスキル力 25% アップ、敵全体の地タイプキャラのスキル力 20% ダウンということで、これも条件とか、ほぼ実質無条件だね。無条件で常に矢面が出てる間は地タイプキャラのスキル力をダウンするという効果内容になってますね。要するに敵が地タイプでこちらが力編成っていうね、かなりまあ使える条件は狭まってる代わりにちょっと強めかなっていう性能には一応なってると思います。ただしもちろんのこと、他の UR キャラいればそっち使った方が結局まあどんな場面でも強かったりすると思うので、まあクールタイム短縮であればもちろん他のキャラでもできるしね。でなおかつこのプルスルタラのね、自分の CT 短縮についてももちろんそもそも CT 軽いキャラ他にもいるしみたいなところもあったりするから、そう考えるとまあ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 っていう感じかな。はい、まあまあそもそも UR キャラいたら使わないかなっていう感じですかね。特別なんかまあって感じかな。はい、まあおまけで出たらどっかで使うタイミングも、まあ、手持ちによってはあるかなぐらいなんで、そこまでですかね。今回は圧倒的にちょっとミッドナイトに惹かれるような感じはしますね。であと UR メモリー、私たちは紡ぐ、プロヒーローが装備すると自分のクリティカル率 40% アップ、チェイン成功時自分のクリティカル威力 15% アップ3ターン、2チェイン成功時自分のプルストラゲージ 10% アップ。これはめちゃくちゃ強い。今の現状の、全てのメモリー見てもこのクリティカル率 40% アップっていう倍率相当高めなので、トップクラスに高いので、これ持ってるだけでも相当V タワーとかでもね、クリティカルのスコア稼ぎやすくなるしね、まあ、ちょっとその代わりプロヒーローっていうところで使えるキャラが相当少なかったりするので、まあ、今回のもちろんミッドナイトはね、しっかり使えるにしてもちょっとやっぱさっき言った通り、ゆえここ生徒使ったりとか、もちろんね他のキャラ、ヴィランとかそういったキャラ使うっていう場面も全然あると思うので、そういったキャラはね装備してもクリティカル率が上がらないので、まあ微妙なのかなっていうところで、このやっぱクリティカル率設定だよね、条件が狭いからこそかなり強めっていうところで、さらに、まあ、チェーン成功時の、効果も内容もついてるんで、もちろんテクニカルも稼げるよというところも考えても圧倒的 V タワー性能ですね。 V タワーこれから頑張りたいぜっていう方は、まあ、メモリー揃えることも非常に重要なので、これはぜひ当てたいところですね。はい、まあよく V タワーで使われてる相澤先生とかもね、もちろんこれ装備できるし、まあ、かなり優秀かな。はい、で SR メモリー黙ってついてこう、ゆえここ1年組が装備すると自分のパワー 40% アップ、自分で敵を倒すたび味方全体のプルスドラゲージ 20% アップということで、こちらも結構 SR のメモリーの中ではかなり優秀な脳筋メモリーですね。スキル威力ではなくパワー 40% アップは割と珍しいかなと思います。はい、で1年 A 組もそんなに条件的に難しいわけでも全然ないので、UR メモリー手に入れるまでのつなぎのメモリーとしてはかなり優秀かな、破格かなとは思いますね。まあ、もちろんこれ貫突前提ということにはなりますが、まあ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 、こちらもまあメモリーが揃ってない人に対してのまあ性能かなと。 UR メモリー持ってたら上位互換的なメモリーも存在しているんで、そっち使った方がいいよねというところで、まあ 何らかのガチャのおまけでね、いっぱい出て当たれば、限界突破して使っていくのもありなんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、長々と語ってしまいましたが、まとめいきたいと思います。今回の、まあ、目玉キャラであるミッドナイト先生については、もう力タイプ最強の V タワー用キャラと
言って差し支えないでしょう。完全に、まあ、誰にとっても引いて損なし、持ってたら必ず使いどころあるっていうね、裏切らないタイプの性能です。ただし、まあ、強い代わりにですね、活躍できる条件がしっかりありますので、敵は選ぶというところ、少なくとも状態以上無効の敵、スタンの完全耐性、それから魅了の完全耐性とか、持ってるキャラに対しては完全に無力。そしてあと敵が男性じゃないとね、本来の力発揮できないので、女性だった時点でミッドナイトはそもそも使うべきじゃないよねっていうところで、場所は結構選ぶかな、はい。ただ男性でスタンがバリバリ効いて魅了もバリバリ効くぜっていう敵に対しては、もうミッドナイト先生以上の、まあ、最適キャラいないと思うので、まあ、そんな感じだね。敵さえ選べば本当に強いよねっていう、もうまさに、誰しもが求めていたキャラ性能になってんじゃないかなと思います。であともう一つの目玉性能である UR メモリーについては、こちらもですね、V タワー向きです。圧倒的にクリティカル 40% アップっていうね、メモリーは、まあ、今現状で見るとトップクラスの、まあ、性能になってて、なおかつチェイン成功時のね、効果内容もついてるので、テクニカルも稼ぎつつ、クリティカル率アップというところで非常に、まあ、優秀なメモリー。ただプロヒーロー条件というところがあるんで、まあ、やや装備できるキャラは限られてくるんですが、まあ、その点に関してもね、 V タワー、まあ、今回のもちろんミッドナイトもそうだし、相沢先生とかもね、よく使われたり使ってる方は多いと思いますので、そういったキャラに装備するといいんじゃないかなと思います。はい、といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。